自民党めちゃくちゃになってどうしようもないですね。でも自民党にすり寄る悪人が後を絶ちません。どうやって一対一の構図に持ち込むか。私がその理想に思って連合事務所に駆け込んでほしいな。体育館で雑魚寝、そのようなことは先進国において日本だけです。せっかく国民の投票で自公の半数割れを起こしたのに、国民民主党のすり寄りで全ておじゃんです。103万円壁って、そんなものにごまかされてはいけません。どうやって一対一の構図に持ち込むか。私がその理想に思って連合事務所に駆け込んでほしいな。体育館で雑魚寝、そのようなことは先進国の日本だけです。